はい、じゃあ、今日は、彼女と彼氏と過ごしている二人に、相手と一緒に過ごしていることの、いいことと悪いことを聞いていきましょう。どうか恥ずかしいですか、二人が。うん、恥ずかしい。まあまあ。じゃあ、もうちょっと恥ずかしい質問を聞くようにする。Okay、じゃあ、いつから彼女と一緒に住んでるんですか？去年の4月ぐらいかな、多分。7月だと思う。なるほど。いつから住んでるんですか、彼氏と。2年前ぐらい。ちゃんと覚えてるの？そう。夏。多分2年前の夏ぐらい。なるほど。それは覚えてるんですけど、私が言ってることをいつも忘れてる。そう。なるほど。じゃあ、彼氏の方が特別だね。わかったわかった。OK。じゃあ、付き合い始めたのはいつ？付き合い始めたのは、1年前かな。1年前、住み始めたし、1年前、付き合い。そうです。うん、なるほど。付き合ってすぐ一緒に住んでる。おー、すごい。そこまでお金のこと気にしてるね。私、どこまでも安くなっても、今レディじゃないから、多分一緒に住まない。レディじゃない。レディって、準備できてない。そう、まあ、メンタル的に準備できてないから、怖いよ、うん。誰かと一緒に住むのが怖い。今のところは怖いよ。まあ、若すぎてるでしょ。別にいいじゃないか。22歳だよ、私。ね、そうなんだ。怖いんだ。そうだね。一人暮らしも初めてだね。付き合ってから何年間後は一緒に住み始めたんですか？1年経たないぐらいかな。付き合って1年経たないぐらい。もともと実家、家族と一緒に住んでたから、そこを出て、そう、一緒に住んだ理由は、彼氏がもう33?歳ぐらいだから、もし一緒に住んで会わなかったらすぐ別れようっていう理由で一緒にとりあえず住んでみた。うん、なるほど、タクティカル、なるほど、わかりました。彼女と住むことについて一番悪いことは何？一番悪いこと？一番悪いこと？ないよね。料理作ってもらってるから、掃除もさせてるからね。なさそうな。させない？いやない。なさそうな。悪いことない？ありえないでしょ？悪いこと、そうだね。トイレシェアするとか？あ、それは別にいいけど。片方入ってて入れなくなっちゃうとか。そう、別にいいことない。悪いこととかない。ね、悪いことあります？何もないのすごいね。あるの？あるでしょ？あるよ。いっぱいあるでしょ？あるよ。綺麗好きだから、すごい。私には何も言わないけど、一人でも掃除機かけて、毎日のように。なるほど。私はもともと、そう、家族と住んでるとき、自分の部屋一週間に一回も掃除するかしないか、ぐらいだったから。ですよね。そう。驚いてる。うん。でも、日本の家でも、玄関で、靴とか、脱いでるから、別にそこまで、ゴミが入ってないでしょ。家の中で。そうなんだけど。髪の毛が髪の毛気になるらしい。ね、でも自身で汚くなってない、汚く感じて、それで彼氏がずっと、いろいろクリーンしてるから自分が汚いと思うこと。そう。へえ、あんまり感じないかも。私より先に汚いセンサーが反応して掃除してくれちゃう。そう、それはでもいいことだね。そうですよね。ことでも料理がやっぱ2人分作んなきゃいけないとか、うんうん、あと私がそんなに食べなくてもいいとき、相手はさ、お腹空いてるから、自分はもうサラダだけとかスープだけでいいときも作んなきゃいけないのとか、洗濯物も2人分になるから、毎日のように洗うし、そうだね。でも安いでしょ？そうだね。一人で住むよりは。半額。いつも、どの日でも半分半分になってるからね。うんうんうん、あと、酔っ払ってる次の日は、なんか起きるのが難しいから、そこは助かるね。お酒飲んだ時ってこと？そう。次の日、お店だったら、一人暮らしだと時々起きられない場合もあるでしょ。私、すぐ、そうなんだ。その方が助かるね。誰かが一緒に住んでるんだったら。僕、いつも自分で起きます。
あ、彼女のシフトは別だから、うん、夜勤とか早番とかいろいろあるから、うんうん、起きる時間は自分でやる。でもさ、あの、その仕事の時間が違うから、一緒に過ごしてる時間が来る？あ、もっとあった方がいい？いや、十分だと思う。十分だと。その十分な時間で何やってる？彼女と？あ、火起こしに行くとか。で、その公園とかで何やってる？あ、いや、それですね。子供も多いから、子供もいっぱいあるよ。うん、それで子供ができない。できないわけ。恥ずかしいからね。そう、みんなそこで子供とか。変わっちゃった。どこに行ってるんですか？あ、でも、少ないでしょ。平日は少ない、うん。もう本当に帰ってきてご飯食べて寝る。土日は最近多いのは、バッティングセンター。わかる？バッティングセンター。バッティングセンターわかる？その野球のボールが機械から投げられてきて、それを打つ。それに行ったりとか、その帰りに走ったりして、その戻ってきたりとか。二人で？そう。面白い。面白い？面白い。羨ましい。羨ましい。そう、そこが羨ましい。あとは映画見に行ったりとか。映画見にも行ってるんでしょ？まだ映画館に。そう、映画館に行って映画見に行ったりとか。そんなにでしょ。年齢。別に見る気ないけど。3人で行く？うん。あやか、あやか。あ、私だね。じゃあ映画見に行こうか。英語のね。まあそうだね。なるほど。あの、うんうん、2人に住んでて、自分と過ごしてる時間がなくなってる気がしてない？する。なるほど。するよね。別に。別にいい。あれかな、そのシフトが。あ、シフトがあるからさ、うん。結構違う。シフト結構違うから。彼女を週2とか週1回夜勤ありますとか、うん、あと5時から出勤もありますから、うん、じゃあ私のため何かおすすめあります？作った、彼氏作った方がいい？作らない方がいい？作らない方がいいですよね。経験のため作った方がいいかな。うん、これ何これ、あの仕事経験で10年で誰かと一緒に住む経験、恋愛経験、そう、誰かと一緒に住む経験、まあ、住まなくてもいいか。怖くなるよ。なんで怖いの？泥棒じゃないし。日本の警察も。自分の時間が大事なんだよね、今。自分の時間が。その、相手も自分の時間を大切にしてる人だったら、うん、もしかしたらいいかもしれない。そう、でも。お互いそれぞれやることありながら、時々あって。なんか自分がすごく、あの、わがままだと思うんですけど、多分、これが私のパソコンとか。これが私のテーブルとか、ここに座らないとか、いろいろあるから、あっちの方が可愛そうだと思う。マイルールがそんなにいっぱいあるの？いっぱいあるよりも、自分のスペースが大事にしてる私。うん。多分ベッドも違う。分けてね。じゃあ、広い部屋じゃないとダメだね。そうだ。あと、インドの家、すごく大きいから。ああ、まあ。そう。日本はちっちゃすぎてる。じゃあ、日本以外で。あ、そうだ、ね。日本以外で。そう。日本にいるうちに多分できなさそうだ。うん。どうかな。でも分かんないね。え、インドで彼氏いなかったの？インドで彼氏いなかったよ。一度もなかったよ。ええー。あとずっとなんかコロナの影響で大学も家であの勉強してたから、ね。ああ、そうだね。人とあの会える機会があんまりなくて。え、インドでマッチングアプリはやってなかった？やってたよ。デートだけで。なんでデートだけで使ってたから。でも、その、デート行くだけで、あの、人の心理が分かるから、いろんな人たちの心理。だから、今遊んでる。今遊んでるってどういうこと？どういうこと？それは、秘密に。秘密に。秘密に。OK。OK。はい、じゃあ、今日はありがとうございます。二人の、あの、個人的なプライベートの話で、いただいて。ありがとうございます。もしこの話が好きだったら、あの、いいねとか、コメントとか、あと、彼女と彼氏と、あのどう過ごしてるか、それをコメントにして、あと、こういう動画が見たいんだったら、私たちに教えてください。はい、じゃあ、はい、見てくれて。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。